はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はトッププロスペクトのメジャー昇格に関する話をしていきたいと思いますが、先日ナショナルズが誇るトッププロスペクトの外野手ジェームズ・ウッドが待望のメジャーデビューを果たしましたよね。ウッドは現在球界内でも指折りの評価を受ける21歳で、6月に更新されましたベースボールアメリカの球界全体のプロスペクトランキングにおいては、パイレーツのポール・スキンズ、オリオールズのジャクソン・ホリデーに次いで球界3位の高評価。身長が6フィート7インチ約201センチと野手としては極めて大柄で、実際ウッド以外でこの身長の野手ですと今は他にアーロン・ジャッジとオニール・クルーズしかいないわけですが、左のジャッジじゃないですけれども、その大きな体に秘めるパワーが一番の武器で、今後それがメジャーでもいかんなく発揮されるのが今から楽しみです。このタイミングでのメジャー昇格となったことから、当然今年はサービスタイムで1年分の日数を稼ぐことはできず、またこのままメジャーに留まったとしても再来年オフにスーパー2として年俸調停の資格を得るのは難しそうであるあたり、チームとしても昇格時期はかなり計算した上でのことなんでしょうが、デビュー戦となった現地7月1日のメッツ戦では早速初ヒットも記録するなど、今季後半戦に向けても活躍が楽しみな若手選手となりそうです。今回はこのウッドの昇格を中心にいろいろとお話していければなと思っています。ウッドのデビューは個人的にも今季かなり楽しみにしていたことの一つであり、オフに上げた動画の中でもそれについてはすでにお話したところであります。ウッドはもともと2021年ドラフト2巡目指名をパドレスから受けプロ入りを果たすと、プロに入ってからメカニックをガラッと変えたこともあってか、ドラフト当時からさらに評価を上げまして、瞬く間にパドレス参加内でも上位のプロスペクトへと成長。翌2022年夏のトレードデッドラインで成立した正規のフアン・ソトトレードで CJ エイブラムス、マッケンジー・ゴアラと共にナショナルズへと移籍となります。ナショナルズに移籍してからも順調にプロスペクトとしてのステータスを上げ続けており、現在では球界全体でもトップ10、トップ5レベルのプロスペクトとなっています。最大のツールはパワーにあり、201センチの大きな体が持つボールを飛ばす力、これに関してはもうとにかく本物の才能を持つ選手で、将来的にはシーズン30本以上期待できるスラッガー、さらには意外とスピードの評価も決して悪くない選手ともなっています。一方でウッドは一貫してコンタクト面の評価は疑問視されており、昨年は AA87 試合で三振率 33.7%、 さすがにマイナーからこの水準で三振しているのは危険信号であり、三振をこれから減らしていけるかが大きな課題とはされていましたが、それでもバッターとしてのスケールの大きさ、ここに夢を抱かない人はいないでしょう。そんなロマン法的な側面も持つウッドなんですが、しかし今季もまた順調に前進、あるいは期待していた以上の内容だったかもしれません。昨年 AA であれだけ三振していましたので、ナショナルズはもう一度ウッドを AA でスタートさせるのかと思いきや、少しアグレッシブに開幕から AAA スタートとさせ、ウッドの成長を促すと、これが見事に大成功。5月下旬にハムストリングを痛め1ヶ月近く離脱した期間はありましたが、試合に出ている時のウッドはモンスターそのもので、今季ここまで AAA 52試合で打率3割5分3厘、WRC プラス174、また圧倒的な成績もさることながら、課題とされてきましたコンタクト面、三振率にも劇的な改善が見られ、ここまで K%18.2% と今まで以上に三振数もコントロールできるようになってきています。AAA にはストライクボールの自動判定システム ABS が導入されていますので、その影響も少なからずあるとはされますが、着実に空振りを減らしてきていますので、ウッド最大の課題に今季前進が見られていると。また三振を減らしつつも AAA 内ではダントツトップとなる平均打球速速 95.1 マイル、ハードヒット率 59.9% も記録するなど、強い打球も引き続き量産することができているのもポジティブに捉えていいでしょう。なんならこのレベルのパワーナンバーを残せる選手は MLB でも稀です。まあこれだけハードヒットしている割にホームランが10本止まりなのは 50% 超えのゴロ率が悪さしていそうですが、この成績で文句をつけるのもなんでしょう。いつでもメジャー上がれるぞと言わんばかりにアピールを続け、今回納得の昇格へとつながりました。体がウッドくらい大きいと、どうしてもボディコントロールの難しさですとか、ストライクゾーンのサイズの問題などもあってか、なかなか活躍するのも容易ではないのですが、ウッドは若くしてマイナーの一番高いレベルでこれほどまでの結果を早くも出している点がやっぱりいいですよね。左右の違いは当然あれど、同じ身長、同じスラッガータイプの外野手であるジャッジとやっぱり比べてしまいたくなっちゃうんですが、昇格直前のAAAでの成績を比べてみますとこんな感じ。もちろん時代も少し違いますし、試合数もウッドの方が少ないとはいえ、2016年当時のジャッジよりも年齢で3つも若いウッドが三振を抑えつつ、三振とほぼ同数のフォアボールを選び、さらにちゃんと打っている。もちろんこれからメジャーで打たないことにはどうにもならないわけですけれども、マイナー時点では今のウッドの方が当時のジャッジよりも先を行っていると呼んでもそこまで問題ないと私は思いますし、この若さでトリプル A でこれほどまでの成績を残す選手には夢しかないですよ。
ジャッジもそうでしたが、ウッドももしかしたらメジャーでは最初しばらくは苦しむ時期もあるかもしれませんが、どこかで適応の時期がやってきて期待されている成長曲線に乗り始めたら、一体どれほどの怪物選手になっちゃうんでしょうかね。それこそ今のジャッジの活躍なんか見ていますと、ウッドも左のジャッジと呼べるくらいのリーグを代表するスラッガーになってほしいですよ。ウッドのパワー、ボールを飛ばす才能に関しては本当に天性のものがあるわけですから、そうなっても全くおかしくはないでしょう。それを叶える上で鍵となるのはやはり三振数。今はトリプル A でかなりコントロールできていますけれども、トリプル A と MLB ではピッチャーのレベルも格段に変わる中で、最初はそれもうまくいかない時期もきっとあるかもしれません。特に今年の野手のルーキー見てみますと、ホリデー、ジャクソン・チョーリオ、ラングフォード、あれだけ高評価のプロスペクトたちでさえかなり苦しんだ時期もあったわけですから、ウッドも同じようになる可能性は当然あるかなと。ただそこからね、どこかでコツみたいなものを掴んで、それが今年なのか来年なのか、さらにその先なのか分かりませんけれども、みんなが期待するような怪物スラッガーになっていけたら、彼の未来も、そしてナショナルズの未来もさらに明るいものになっていきそうですね。実際ナショナルズも着実にチームとしては前に進みつつありますよね。現地7月2日の試合が終わった時点で39勝46敗、負け越してはいますが、開幕前は自分もそうでしたが、地区内で再開予想も多かった中で、7月も始まってワイルドカード獲得も全くありえない話でもないくらいのゲーム差につけているのは大健闘と言っていいんじゃないでしょうか。特に今回上がってきたウッドもそうですが、外トレードで獲得したエイブラムス、ゴアが投打の主力選手への道を突き進んでいるのは非常に頼もしく、ここにさらにウッドや昨年のドラフト全体2位指名のデラン・クルーズら他のトッププロスペクトもついてくるようですと、ナショナルズは本当に若手が輝く楽しみなチームになっていきそうだなと。コービンとの契約が終わることで金銭的な余裕も生まれますので、おそらく早ければ今オフくらいからナショナルズは現在の再建に一旦目処をつけ、再びチーム強化に動いてくるのではないかと個人的に密かに期待していますが、そこでいい補強ができ、さらに若手の成長も組み合わされ、ば来年以降のナショナルズは地区内、さらにはリーグ内でも面白い存在になってもおかしくはなさそうですよね。ハーパー、ストラスバーグ、レンドーンら育てたプロスペクトとシャーザーら補強組がブレンドし、デコボコはありましたけれども、最終的に目的を成し遂げた2010年代のナショナルズに続く世代はもうすぐそこまで来ているのかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。